はい、皆さんこんにちは。昨日でちょっとイージードラマー3のお話は休憩させていただくということで最終の動画をアップしたんですけれども、実践で使った方法がありイージードラマーのバンドメイトの機能が素晴らしかったので皆さんにご報告をすることになりました。休むって言ってからたった1日で復活かよっていう感じなんですが、そこは愛嬌としまして、じゃあ早速お話に入っていきたいと思います。今画面に出しているアレンジは NHK のお母さんと一緒の月曲をアレンジ途中のものです。いつも浅井ピアノ教室というピアノ教室さんの先生がピアノを弾いてくれます。その状態がどんな感じか、まず聞いていただきましょう。こんな感じで少しスイングした感じの楽曲なんです。これをイージードラマーに分析をさせてとっても素敵なグルーヴを入れようというお話です。イージードラマー3をインサートします。このように出てきました。上の方にタブがありまして、一番右にバンドメイトという機能があります。これでオーディオやミディを分析してそれにマッチしたグルーヴを検索してくれるという優れものの機能です。画面右下の方にうらら分析ワブというファイルがありますので、これをドラッグしていきます。こうしましたら、ここにテンポが137でいいですかというふうに出ます。そして4分の4拍子ですかということも出ますので、ここで OK を押します。そうしましたら曲の一部分を取り出しまして分析をするということです。ここでキーポイントになるのがこのスイングというところです。ここがこのようにちょっと右に偏っています。ちょっと聞いてみましょう。はい、こんな感じに今はなっていますが、これで終わりじゃありません。ちょっと違う感じのイメージをやってみたいと思います。その時にここでスネアをもう少し変更します。こういう感じですね。拡大するとわかると思うんですが、スネアの数が増えたり減ったりします。よーく見ててください。ほら。こんな感じですね。そして、もう一度鳴らしてみます。素晴らしいですね。ハイハットももう少し刻みを変えてみましょう。ここでさらにこのスイングの状況を見直すことができます。小さな三角があります。ここを押しますと、このようにスイングのふわりをどのように捉えるかということです。まあ、オートで8分の1にはなっていますが、このように8分の1とか4分の1とか、それを変更できます。そしてここで、このように変えることができるわけです。約50前後のスイングだということです。ちょっとこれもあえてずらしてみましょう。もう少し大きくします。ちょっと合わないですね。やはりここは50前後がちょうどいいんだと思います。今46という値にしてみました。
ですからこのアマウントというところはボリュームとかではありません。どういうパターンかということです。もう少しバスドラを上げてみましょう。はい、バスドラの数も増えてきました。じゃあこれで聞いてみます。スネアも削ります。これでまたこの左のところにですね、オープンハイハットの ABCD とか、そしてライドの ABCD とか、こういうのがあります。ちょっとライドでやってみましょう。そしてここでベロシティも変えれるということになるんですね。このライドを選びまして、ちょっとベロシティを変えてみます。今度はタムを中心に変えてみます。タム A というのがありますので、これを選んでみます。タムの数が増えます。これもアマウントを変えます。はい、よくできてますね。例えば今はポップロックカントリーというのを自動的に選ばれたわけですけれども、これをファンクというのに切り替えて、そしてここの中で選んでみましょう。するとこのように刻み自身が変わりましたね。ちょっと聞いてみましょう。はい、これは全く合わないですね。じゃあジャズとかフュージョンはどうでしょうか。悪くもないですけれども、これもちょっと怪しいですね。ジャズ。これなんか素敵なゴーストノートが入っています。ジャズのスネアはパターンがものすごく多いです。すごく多いです。ライドシンバルに変えます。この辺でもうちょっと異色なリズムをやってみます。メタルなんてどうでしょうか。メタルにしようとスイングは変わりません。どんなになるか楽しみですね。じゃないですか。すごくいいゴーストノートが入ってきます。
んかメタルっぽくなりましたね。じゃあちょっとレゲエ、なんかこれで合うかなって感じですが。これも悪くないですね。スネアはサイドスティックになっています。いいじゃないですか。じゃあソウル、やっぱりエレクトロニック、いや違うな、ディスコにしましょう。ディスコのパターンはちょっと少なめですね。はい、これでやってみましょう。あれ、ブレイクが入りましたね。これ基本的にスイングはさせているんですが、スイングになっていないですね。ブルースどうでしょうか。ブルースもパターンが多いですね。ブルースのオープンハイハット A、 これを選んでみます。なんかこれね、見てください、とても複雑ですよ。どんな風になるか楽しみです。あらら、派手すぎるって感じですよね。でもとってもグルーブ選びが楽しいですね。そして基本的にはスイングをしてくれているのでですね、それに合わせて、そしてスネアとかキックと、もう一つのこのマッチング、グルーブスというのを選択すると、いろんなパターンが出てきてくれます。まあジャンルは無難なところでは、やはりその音楽が持つジャンルにしておく方がいいですけれども、たまには選び替えてみて、トリッキーなものもいいんじゃないかなと、そんな風に感じました。もう一度最後に、これなら無難そうだというのでやってみておきましょう。はい、何がいいってですね、やっぱりゴーストの入り方がめちゃめちゃいいですよね。そしてこれをですね、ソングクリエイターというのを出してきまして、この気に入ったグルーブをここにドラッグします。そうするとこのように曲の構成自身を作ってくれます。これで先生の弾いてくれた音楽は、私も一応つけてあるんですが、イントロバース ABC、 まあ日本語的な感じで書いてるんですけれども、このようにアレンジセクションがあるわけですね。これで全体です。これに似合うようにバランスを取りながら行くんですが、初めはこのままピッとこう入れてくれば全体ができますので、それをこのように長さを縮めたり、上の小節番号に合わせたようにこうやって編集をするとですね、一気に曲全体の構成ができてくる。どうでしたでしょうか。イージードラマー3の真骨頂ともいえるバンドメイトという機能を皆さんも上手に使ってください。そしてシリーズにはイージーベースとかもあります。イージーベースもほぼ同じような操作性で、このグルーブマッチングをできるのでですね、あまり深い知識がなくっても、プロ並みのアレンジができるという、そういうところをお見せしました。お休みすると言っていたのに、ちょっと気合が入ってしまいました。それではご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。まったねー。